選んだ理由はやっぱりこのコースがあるからですね。アロマコースっていうのはあまりない珍しいコースがあるって聞いて、大学進学で迷った時に自分が何に興味あるかっていうことに重点を置いてアロマコースがあるこの大学を選びました。工商品科学ですね。化粧品の、基礎であったりとかを勉強するんですけれど、実際に香料とかも嗅がせていただいて、とても面白いなと思いました。科学生物系は得意なんですけれど、物理系があまり高校の時も勉強してこなくて、で大学に入って初めて一から基礎を勉強させてもらってきたんですけど、それがやっぱりしんどかったです。先生が根気よく高校から習うような内容でも教えていただいたので、それでなんとかって感じですね。で私がアロマコースの勉強だけでなく教職課程も履修していたんですけれど、その教職課程が学部を問わず教員を目指す学生とも意見交換などができたので、とても貴重な経験ができたなと思っています。はい、卒業後は地元の大阪で中学校理科の教員をやることになっています。もう子どもたちのために何ができるかっていうのを今でも日頃から考えているので、多分10年後も同じようにしてるんじゃないかなと思います。